さあ、はい、今日は何しますか。どんなですか。何するんですか。言ってやろうぜ。言ってやろうぜ。言ってやろうぜ。何やるか言ってやろうぜ。なんかあれでしょ、伝言ゲームでしょ。違うの。伝言ゲームじゃない。背中にお絵かき伝言ゲーム。そうです。大輔さんがやりたいって言ったよね。そう、俺がやりたいって。うん、なんかインスタとかでたまに出てくる。なんか背中に書いて、その書かれた人が何を書いたかっていう当てる、それの伝言。そう。面白そう。結構2人でも難しいらしい。あ、そう。そうなの。それから6人とかでやったらとんでもないことになるんじゃない。だったらさ、2チームに分ける。そうね。3で逆にもういい。だからチーム分けどうする。グッドパーだ。へえ、グッドパー。グッドバーで分かれましょう。分かれましょう。あ、分かれた。じゃあここ変わろう。これ勝ったわ。あ、よし、オッケー。変わる意味。そこの変わる意味。なんだ。なんか YouTube やってた感じだな。確かにね。ちっちゃいボケがね。じゃあこれで先攻後攻決めましょうか。先攻後攻じゃん。最初はルールじゃんけんぽい。はい、どうでしょう。どうする。自信あるのか。先行。おお、先行行ってくる。そりゃそう。向こうが2人いる。高校。そりゃそうなの。そりゃそうなの。こっちがじゃんけんで勝ってる。いいな、なんか YouTube やってもらって。YouTube 楽しいわ。たま大丈夫その服。いや、わかんないよね。ニットみたいな。怖いんだけどそれ。伝わる。いや、伝わるけど、ニットにも色伝わりそうだよね。マジックの色がね。いや、もうマジックの色はもう、これはもうちょっとしょうがない仕事だから。え、これは何書いてるか分かる。ハート。あ、じゃあ大丈夫。じゃあ大丈夫。じゃあちょっとハート返す。これ普通に違うとかじゃないね。いや、これ角もそうだけどさ。待って、これ回ってる。もう回ってるよ。もう引いてるよ。オッケーオッケー。はい。じゃあ引きましたと。はあ、いや、これ結構むずいかも。え、そう。え、これ俺見ちゃダメなの。ダメでしょ。あ、ダメか。どういうルール。ごめん。おお、そういうことね。なるほど。いや、これいけるか。実は何秒とかないもんね。何秒。え、だからこれ結構簡略化しないといけないもんね。そうだね、細かく書いても、うん、大事だよ、一番最初の人。え、これ結構むずいって。どうやったら伝わるのかな。千賀、古典やってるんだから待ってる。ん、今書いてる。まだ書いてない。オッケー。古典やってるんだからさ、ちゃんと書けなかったら仲間にプレッシャーかけんなよ。じゃあいくよ。いいよ。え、こっちの手で持つね。うん。ちょっと待って、これめっちゃ書きづれ。確かに、書く側が迷うと、そっか、背中だから書きづらさっていうのも一個ありなんだろうな。このゲームのポイントだ。待って、全然わかんない。やばいわ。でもゆっくり書いた方がいいよな。絶対なんか背中映ってる気がするんだけど、角度がプロだもん。ちょっと待って。え、全然わかんないけど、やっぱうまいわ。筆圧的にはシャツに色いってそうな筆圧。いってると思うよ、ニカの。めっちゃ不安なんだけど。ってことは、はい、タマのニットに。こんぐらいの方がいいかも。あ、うまい。え、うまっ。すげえうまい。映ってるか見た方がいいんじゃない。待って、全然わかんない。大丈夫、大丈夫。こっちで持つね。え、こっちで。あ、そっちを紙持つね。あの、押さえね。うん。いや、これ無理だって。お題むずすぎる。これさ、一人でもむずいかもね。一人に伝えるっていうのね。
はい。え？俺はこう感じたから。これおもろ。まあ、近いっていうか近い。ポイントは捉えてる。そうそうそう。わかるわかる。肉あのは、まあ、そうね、うん。しっかり捉えてる。わかったこれ。何のお題か。今？うん。自分の書いたの見て。うん。書いたの見て。うん。できた。いけたこれ。うん。さあ玉森さん、はい、お題は何ですか。これです。これです。何です。これ何です。何かの絵を何かなんだよ。お題を当ててください。お題。これお題。何それハンガーみたいな。何それ。マジこれだったよ。何？なんだこれ。これだった。ひさひさ Z。ひさひさ Z。どういうこと。なんだろう、どっか中小企業のお名前じゃあ お題は中小企業のロゴ。ロゴ。いやパパ、まずちゃんとやって。違う、俺はニカのもう真摯に受け取ったんだよ、これ。ちゃんとやって、マジで。え、じゃあ俺が書いた、ニカは何を書いたの。そうだよ、俺が書いたやつで言っていい、うん、このお題だったと思う、お題を、うん、お題は、ペンギン。正解だよね。え、ちょっと待って、その絵でよかったの。なんだよこれ。こっからペンギン無理でしょ。お前食いかけのソーセージじゃねえか。いや、わかんないよ。いや、俺わりかし合ってるし。え、こっから、あ、ペンギンだと思う。なんで、なんだよ。え、なんか尻尾で、頭、顔で、体。そうだよ、だからさ、最初さ、こういう感じだったじゃん、ペンギン。いや、お前細かい。細かいって。いや、これめっちゃ簡略化したのよ。だって細かい。ペンギンってくちばしないといけないでしょ。このフォルムないといけないでしょ、うん、手ないといけない。足もこういう風にしないといけない。俺これ足なの。これはペンギンだと思って書いてないだろ。だって、だから書き終わった。いや、ニカが書いてる時は分からず、分からず書いてる。で、書き終わって、あ、ペンギンだと思って。すげえ、それはすごい。それはすごい。その推理すごいな。でもここまでは伝わったんだよ。ちょっとうん、ちょっと結果ね。あ、そう、結果ね。かあれだけど、俺最初のフォルムしか分かんなかったもん。いや、そのひさひさ Z。 これおもろ。面白い。じゃあお題次の方から。最強の布陣ですよ。さあ、 B チーム、よっしゃ。全部書き終わってから書くんだよね。おっ、うん、何。あー、でも、いや、細かいんじゃない。細かいんじゃない。来ました、ありがとうございます。いくよ、トシ。オッケー。これ太い方でいくか。どっちが書きやすい、わからん。よし、太い方でいってみよう。大は小を兼ねる。これ左手ね、うん、いや、むずいと思うよ、これ。ちょっとかなりむずいわ、これは。類似がいっぱいあるよ。速くない、大丈夫。その速さ。ちょっと待って、筆圧弱すぎて全然わからん。え、嘘、かけてる。うん、え、書き終わってる。書き終わった。え、え、書き終わった。書き終わった。これは、いや、むずいって。これは勝ったじゃねえや。これはむずいよ。これはむずいよ。筆圧弱い。これはドローだわ。もっとじゃあギュッてかかるよね。手ね、多分ちょっと意識するわ。待ってね、何の絵だったんだろうな。感じたままに輝いてる、うん、感じるままに。そう、え、実は弱い。やば、これこんなことになるんだ。めちゃくちゃ。嘘。え、あー、そういうことか。え、でも、来た、ちょっと分かりやすく書くわ。そうそうそう。何、ゼロからなるってこと。うん。いや、ゼロからできないよ。ちょっと分かりやすくアレンジします。こういうことだ。あ、なるほどね、すげえ。分かったかな。早い腕が進んでます。
いや、なんか最後トンってあったんだよ。わかりやすくするためにね。さあ、横さん、与えられたお題は蝶々。やっぱでもそうなっていくんだと思う。そうなるんだ。どんどん崩れていくもん。で、ミヤが思ったお題は何なの？これです。何それ？それトンボ。トンボ？トンボ？ブーブー。さあ、おいしい。正しいお題は原因が二人だぞ。正解はひまわり。ひまわり。全然違うよ。何やってんだコシ。全然違うじゃないか。ごめんなさい。俺？いやでもそう感じたのよ。いやコシ途中でアレンジ入れてたもんな。あの、ね、ここね。こっちと、あ、これ書いて分かったのよ。このモコモコで、あ、モコモコしてったら何かなって思ったら、あ、羽かなって思った。うん。でなんかこっちも羽っぽいのあったから。これ筆圧弱いって言ったな。もしかして背中の神経少ないんじゃない？それはみんなと一緒だよ。うわ、これむずむずいわ。これ面白い。ちょっと失敗でしたね。このままこのままやれば逆に。ああ。じゃあ第2回戦行くか。よし、はい、お題引きます。お願いします。見えない一番になった。はい、順番変わりました。いいよね。お、なるほどね。これいけるし、いけるっしょ。マジ？いきます。それはいけるでしょ。書きますね。はい、どうやって書くか。書き方は分かりづらいな。はい。は？早っ。簡単だけど分かりづらい。書くと言ってね。はい、うん、背中丸めて書くね。うん、不思議だね。不思議。はい。え？なんだそれ。ちょっと待って。なんだそれ。宮野見たらわかる。どうなるかわかる。何これ。なんとか繋がれ。でもこれ何で飾れたと思う。これ何。これ何これ。藤井さん、出されたお題は迷路。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 これは違います。わざわざ。わざは何のお題だと思ったの。いや、書いてからの想像をね、うん、チーズ。あー、チーズ、うん、あの感じられてね。え、待って、それくっついてた。くっついてた。くっつけてた。うん。で、正解は、正解はこちらです。唇。おー、すいません。なんでそれがこうなんだよ。わかんない。こうなんだ。こう2番目結構大事だ。こう書いてたの。あ、そうそうそう。あ、こう、ちってことか。そう。あー、それがこう、縦になっちゃったんだ。縦に感じたんだ。あー。あー、なんでそうなるんだ。むずいわ。どっちにしろ面白い。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 なんでこうなるんだろうって思う。面白いわ。ここら辺に書く。どこ？ここら辺。OK。ここね。あ、順番変わってるね。じゃあお題引きます。2番目が大事だよね。ででん。ほっ、ほっ、頼むよ。たま頼むよ。頼むよ。ごめん、これめちゃくちゃ難しいと思うわ。確かに。これは多分背中じゃなくて、なんか伝わりやすい感じで、簡易的に、簡易的にね。大きめに書くわ、これ手ね。あっ、全然筆圧が分かんない
まあでもね、いや確かにね、おもろいおもろい、ちょっとだけ強めの筆圧で、どうなったら強かったのかもしれないね、ちょっと長くない、おうまいかも、特徴はね、しっかりと、塗るのやめて、はい、塗るのやめてめっちゃ多い工数がいや、むずいってこれ、多くなるね、これはね、うん、いや、まず何なのかが分かんないよ、悩んでます、何なのか分からず書けないんだけど、書くとき言って、分かった、まずちょっと自分が書かれたやつを書く、うん、なんかまずなんかこういう動きされたのよ、なんかこういう動きされたのよ、なんか、うん、その後なんかジグザグみたいなのが、もう一回書いて、もう一回書いて、今のなんかこんな動きがあったんだよね、うん、はい、うん、でなんか上の方でジグザグみたいなのがあったね、うん、みたいなこういうのがあったね、うん、でその後になんかこれ口で説明するやつだなこれジグザグとか確かに耳から情報入っちゃってる背中だけで今までやってましたけどダメですね、やめてください、終わった待って、全然わかんないよちょっと俺もわかんないでも書いてるパートが合っとるよ、うん、なんじゃこれなんじゃこれ初めてなんじゃこりゃできた？できた、お願いします。待って、なんて言えばいいんだろう。むずいな。でも書いてるパートは合ってる。でもさ、もうこれがもし答え合ってたら正解でしょ。合ってればね。合ってれば。こっから推理するってこと？こっから。ニカ、それは何のつもりで書いたんですか。これは。恐竜です。果たして正解は？ブブー。何？何？ちょっと俺が書かれたの見たいんだけど。いや、俺のもマジでわかんないんだけど。で、俺は書いた後に思ったのは。俺それ見て思ったのモアイ。なるほどね。玉が描いたのは？玉描いたの？描いたのはこれ。わかりますか？なんじゃそれ。ウドさん。え？ウドさん。ウドさん。違う。正解。ウドさん。むずすぎる。いや、ウドさんいけたんだけど、なんかパーツは合ってたんだ、これは何まず、ウドさんはむずい、ウドさんむずいよ、いや、ひまわりとウドさんの高低差確かにね、くじ運もありますからね、兄貴はレベル高いって兄貴確かに面白っ、まあでも確かにモヒカンのモヒカンのギザギザ、そういうことか、これちょっと6人でやろう、6人で、うん、ラストラストやろう。
じゃあ引くよ。いや、はい、OK。無理。早っ。何だったんだ、君の車。あー、まあ、車はいけない。自信すごいんだよ。無理。何？サンドイッチ。いけのだろう。無理。諦めが早いな。これでいくか。来た。もう行きます。書くときに言って。もう超簡易的に書く。オッケーオッケー。ちょっと強めにいくわ、うん、これ失敗できないよ。結構書いてない。いや、めっちゃ簡易的だよ。待てよ。大事だよ、まだ2番目。いくよ、書くよ。はい。分かると思って俺選んでるからね、俺たちは。はい。いそうだな。書くよ。はい。どうにか。おお。はい。起動修正。タマまでした。うん。どうか。書くよ。書かれたまま振ります。強めから強めに。ちょっとそんな動きねえだろ。お前そんな動きねえだろ。そんな動きねえだろ。おっとって、お前そんな動きねえだろ。音でもあった。カシャカシャって、ガシャガシャって。そんな動きなかったから。俺の絵見てよ。見てるよ。ずっと見てんだよ。営業されちゃってるじゃん。本気で。でもすごいわ、感覚すごいわ。これはすごいすごい。いや、それはすごい。感想を感じたまま。それはすごい。それすごい。さあ、お題はこれ。ここでもう合ってたらいいでしょ。はい、成功です。お題は牛。牛の何を言ってんの。どんず牛。牛牛牛ベベー。あー、ちょっと俺が書いたの。ちょっと剥がすよ。やっぱりすごいのよ。はい。すごい感覚すごい。全然わかんなくて。これはすごい。あっ、いや、書かれたまんま書いたんだけど。いや、まんま書いてないね。見てる。俺ギザギザ一個も入れてない。ちょっと待って。なんだそれ、ギザギザ。え、わかんない。俺そう感じたんだけど、これはだいぶずれてるね。いや、そこでだいぶずれちゃう。なんかお題なんだと思う。わかんないんだけど、あの神社の鳥。あ、鳥。タマは俺、音符。ああ。違います。あ、違う。おお。あれ、なんかちょっと違う。あ、でも丸があるの。なんだろう。わかんない。シャンパングラス。違います。あ、でも一緒だ。同じやつだよ。ここすごい。これ見てよ、思ったこと言っていい。ローラー。
すけど。正解。いやもう超簡易的だよこれ。俺だって3本しか使ってない。これ一回も切らずにこここういって丸丸って分かる。あ、なるほどね。したらこれに変わった途端に俺はもう終わった。でも終わったって思ったんだけど、タマでちょっと軌道修正したんだ。タマすげえもん。タマであ急にあ靴っぽくなってきた。でもしかしたらローラースケートで俺たちだけにしか分からないものって共有もされてるからいけるかもって思った後に、何だこれ、ギザギザ、ギザギザの動きないない、いや、なんかあったんだって。ないないよ、ね、書いてないじゃん。俺書いたんだよ、あなたに。あったんだって。ないよ。ちょっと待って、あのせんちゃんに詰められるのは分かんないけど、あのここさ、なんか他の人に詰められるのはちょっと全然当たってないかも。これだって近いよ、これ近い、俺もこの下の丸は強調できてるよ、うん、確かに。一気に、ここここってる、一気にだよ、違う、一気にここ違うけど、一気にここ近いの。すげえ、すげえ、すげえ。これちょっと今度リベンジしたい。いや、面白かった、面白かった。いつか成功しないまま終わって、終わって大丈夫です。テレビだったらまだやりますけど、もう大丈夫です。でもせっかくならほら次やるっていうのも残しといて、これ終わらすの、うん、そうそうそうだね、第2弾があるから、うん。